私のおじ、ゆうちゃんです。今日はですね、ご質問いただいてまして、なかなか人前でね、人前に立ってセミナーとか講座をやりたいんですけれども、人前で話すのがどうしても苦手でっていうね、そういうお話いただきます。これね、そういうご相談多いんですけども、もう気持ちはめちゃめちゃよくわかりますね。僕なんかですね、もう今でこそもう人前で喋ってますが、もう人前で喋るのが僕の場合苦手どころかですね、もう、人と喋れなかったですから、それぐらい引っ込み思案だったんです。そんな僕がなぜこうやってね、人前で喋れるようになったのか、ポイントはね、もう3つに絞って今日お話しします。1つがですね、姿勢です。徹底的に体の姿勢を変えたこと、これが非常に大きいですね。僕が人前で喋れなかった、人前じゃなくても人と喋れなかった時っていうのも、極度のもう引っ込み思案どころじゃなくて、その時の僕の姿勢っつったら、こう丸くなって縮こまってね、もう背低いんですけども、ただでさえ低いのにもっと縮こまって、こういう丸くなった姿勢ですね。で、体全体緊張してました。だからなかなか人前に出れなかった。それがですね、体のことに興味を持って、まあ、自分が体壊したのもあったんですけども、あったことで体をどんどん変えていって、開発していった。で、姿勢を良くして胸がどんどん前に出て、背筋が伸びて胸がどんどん前に出て、腰が立ってという姿勢になってきたらですね、もう見たら分かりますが、こういう姿になると、もう人前に出るような人になっちゃうんですね。もう姿を変えれば、もう簡単です。姿を変えれば人前で喋れるようになったりするようになってきますから、だからね、まず姿勢を徹底的に変えたというのが一つポイントです。で、二つ目がですね、どうしてもね、人前に出ると、なんちゅうかな、いいことを言おうとか、かっこいいことを言おうとか、なんかいいことばっか言おうとしてたんですね。そうではなくて、もうどう思われてもいいから、もう何でもいいから喋ろうと、そういうカッコつけるのをやめていったんですね。そうするとどんどん喋れるようになって、で、自分が伝えたいことばっかりを言うんじゃなくて、相手が知りたいことって何かなっていうのを、まあ、リサーチ、徹底的にリサーチって言っても簡単で、聞いてみたりだけなんですね。聞いてみて、それに対して自分ができる範囲で、答えれる範囲で全力で話せば、話せないっていうのはもうなくなってくるんでね。だから、そうやって2つ目、そのカッコつけないでありのままを喋る。そして自分が伝えたいことばっか伝えるんじゃなくて、相手が知りたいことを知って、それを喋れるようにしたら、伝える内容がどんどんできてくるってことですね。で、最後3つ目が、これ仲間ですね。こんな自分でも支えてくれる仲間とか、励ましてくれる仲間とかね、お互いするコミュニティって今言いますけど、そういう仲間を持つことで、あの人も頑張ってるし、私も頑張ろうとかね、思えるし、応援してくれたり支えてくれたり、逆に自分が励ますことによって、その励ましが自分に返ってきて、自分が人前に出れるようになってきたりしますんで、この3つのポイント、姿勢と、で、2つ目が、カッコつけずにありのままを喋って、相手が知りたいことを喋るっていうことと、で、3つ目が、仲間を持つっていう、この3つがね、ポイントになりますから、まあ、1つでもやってみると、状況は変わりますんで、ぜひやってみてください。今日の話は以上になります。バイバイ。